当主に貴族に将軍もいるわ。そうそうたる顔ぶれよ。グライアスは見えるか。問題なさそうけど、肝心のルイがまだ。あ、見て、なんだこれは。あやつ、王家の花と知っての同席か。厳粛な弔いに王族以外が持ち込むなど、なんたるハレンチな。自分が王とでも言っているようではないか。けだものめ。愚かな王は死んだ。ここに居並ぶ貴族や宗教家どもに失望し、自らの弱さに打ちひしがれたのだ。言わせておけば。なんて言い草。狂ってる。葬儀の場で。ルイ様の言う通り、貴族どもが悪い。もっと言って。この国は今、有史以来の危機にさらされている。すべての者に現実を見せてやる。壁の中で見る機会もなかったろう。これが人間だ。ただの噂ではない。今やこの国は人間の巣窟なのだ。ついに国境の砦までも人間に落とされた。じきに全土がそうなる。弱き王が招いた災いだ。ならば力ある者こそ新たな王にふさわしい。おのれ貴様、謀反を起こす気か。王も継ぎ手もおらぬのに誰の謀反だというのだ。ならば冷然にて今決めよ。このルイ・グイアベルンこそユークロニアの新たな王であると。おい、どうした？な、何事だ。この力、まさか。王宮が。王の魔法なのか。我が名はユトロダイウス五世。国王陛下。新たなる王の誕生を望むその願い、聞き届けよう。今、ユトロダイウス五世と。まさか国王陛下。そんな陛下亡くなったのでは。なぜ。静まれ。言葉を拝聴せよ。我は宣言する。我が魂が真にこの世を離れる定めの日、今より夜旅の月が移ろいし後、来たる英雄の日、その日までに国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。王となる資格だと。信託を集める。どう聞く。我が魂は天空よりすべてを見通し、すべての者の心の声を集める。
何人たりとも本心を偽ることはできぬ。なんだこれ。心の声しかと見通したり、今この時次なる王として最も神託を集めし者はオーデン様。ルイ様だ。ん？ルイ様もいるぞ。王の候補だと。面白い見せ物だ。この私にも世継ぎとなる資格を与えるというのだな。口を閉じよルイ。亡き陛下の弔いを汚すと何たる狼藉。そなたが王になるなどありえぬ。ならば問うてみるか。ん？民草よ、オーデンが王で本当に良いのか。今こそまやかしの教えから目覚めるのだ。生まれや種族など関係ない。私は命に危険なく世界を望む。従うなら人間の脅威から守ろう。幸福を取り戻そうではないか。聖教の教えは村を救わなかった。化け物相手にはどうしようもない。奴隷でも指示すれば守ってくれる。騙されるな。あいつはそんな奴じゃ。ねえ見て、ルイ様がオーデン様にどんどん迫ってるわ。本当に人の心を見透かしているというのか。ルイ、民心を惑わせよって。国難を人間を打つ力なくして未来はない。この私と共に立ち、まやかしに反旗を翻す者、諸君らは守ってやる。だが従えぬ者は容赦なく殺す。たとえ誰であってもだ。それが王族であってもか。国を担えもせぬ王など大罪人よ。当然の報いだ。貴様、やはり奴が陛下と殿下を。ふざけるなルイ。お前みたいな悪党が王だと許されるわけない。国が滅びる。おい誰だ。無礼者、王族殺しの好きにさせるかよ。そうだ。よし、いざ。お前も行け。グライアスは、神の意志を力で積むことは許さぬ。我が力にて罰を下す。罰か。いい腕だ。亡き王族への忠義か。だとすれば皮肉だな。王は貴様が気に入らぬようだ。嘘。言ったはずだ。逆らう者は殺すと。まさか王の魔法をこんな風に使うとはな。いいだろう。あらゆる生まれの民よ、我が理想のもとに集え。理不尽で不毛ない境からこの私が守ろう。ルイ様しかいねえわ。指示しなかったら殺されるはずよ。どちらにつくべきか。来たる英雄の日、我が審判により民の神託を最も集めし者が次なる王となる。あらゆる種族、身分、咎人、万民に大いに挑む権利がある。我が瞳は天空より全ての心を見通し、望まれたる者の顔を石踏みにて示すであろう。何とたりとも阻むことは許さぬ。すべての地に伝えよう。
あやつ。おい、グライアス、グライアス。古き遺物など不要、新たな王ルイ様の時代が来るのだからな。動くな。まったく死にたいやつばかりだな。ルイ様のありがたみを骨身に刻んでやる。こいつ、御所の遺骨で。私はルイ様からご用事を言いつかっていく。用事？マグラを蓄えるのに多少時間がかかりそう。それまでしばし聖堂に曲がりさせていただくとしよう。王の服もが開ける日が最悪の日となるだろう。邪魔しに来れば殺す。ひるむな。死者が蘇ることなどない。下法で人形のように操っているだけだ。来るよ、構えて。クライアス、何なんだ、どうしてこんな。ちょっとストロール、しっかりして、敵が来てるよ。落ち着け、俺、くそ、うまく集中できない。すまない、すぐに立て直す。来るよ、構えて。考え直そう。加減はしない。突きやれろ。俺は飛ぶ。まずい。勘弁してくれ。くそ、負けるか。シーカー、風よ。最善を尽くさないと。ファイター、叩き切る。この回避成功。シーカー、突きやれろ。さて、ファイター。はぁ、貴族。うら！悪くないな。いい手応えだ。また強くなれたみたいだな。さっきの男は兵を連れて聖堂に入ったのか。
ここには墓地があったな。彼の骸はそこに運んでくれ。はっ、かしこまりました。丁重に扱ってやってくれ。顔なじみなんだ、亡き陛下。いや、王子殿下のために正しいことをしたんだ。弔われるべきだ。私の名はヒュルケンベルグ。尋ねたいことがある。さっきの力、ただの兵士じゃないな。軍で教わる代物じゃない。そっちこそ誰だ。ただの兵士じゃなさそうだ。私は騎士だ。警備兵を率いる身分ではないが、行きがかり上な。騎士？お前たちが偽物であることには目をつむろう。アルセスの知り合いらしいしな。アルセスって？話はあの男を捕らえた後だ。奴の狙いは中に安置された王爵に違いない。王爵を？お願いです、誰か来て。助けてください、家族がまだ中に。取り残されているのか。他にも大勢中に。さっきの男と鉢合わせでもしたら。騎士として見過ごすわけにはいかない。ついてこられるなら来い。騎士様が素性の知れない者に頼るのか。戦えるなら身分は問わない。ここで帰ったらグライアスに顔向けできない。お前も来てくれ。止めても行くんだよね。俺のことを分かってきたようだな。骸骨どもに気をつけろよ。これはマグラなのか。しかもこんな建物の中に。これは廃鉱山で出くわしたのと同じ。今何か物音が。上だ、崩れるぞ。見て、入り口が。ここまで来てどうやって中に入る。ここからじゃ無理だ。たまたま崩れたんじゃない、塞がれたんだ。別の場所から入るしかない。心当たりがある。そうか、なら俺たちも行こう。その前に確かめておきたいことがある。ルイに殺された男についてだ。あんたはグライアスの知り合いなのか。彼の本名はアルセスだ。アルビド・アルセス。前王陛下の腕を買われて王子殿下の剣術指南役を務めて。そ
そうだったのか。とはいえ、私が殿下の近衛としておそばに仕えていた頃の話だかな。あんた、王子の近衛なのか。近衛だった。王子殿下はもういない。確認したいのはそれについてだ。教えてくれないか。お前たちはなぜルイの命を狙った。復讐だよ。暗殺は王子のためさ。亡き王子殿下の名。復讐。王子だけじゃない。ルイは王も殺したんだ。アルセスは一時の感情で動く男じゃない。非情と言われてでも常に最良の選択にこだわった。それになぜ復讐のためだけにあんな。さあな、知りたいことはそれだけか。お前たちがアルセスの仲間なのは分かった。改めて協力を求めたい。俺たちよりも軍に応援を請うべきじゃないのか。今日の様子を見ただろ。もう当てにできない。少数精鋭の方が対処もしやすい。大聖堂への侵入路を教えよう。力を貸してくれるか。当然だ。お前はどうだ。